回表、ダグアウトでタブレット端末を触っていたトラウトが、大谷を笑顔で呼び寄せて談笑。大谷は第一打席で左足に死球を受けていたが、トラウトは映像を見ながら自らの左足に触れるなど、その様子を確認していたようにも伺えた。大谷はその後の第二打席でツーベースヒットを放ち、この一連の流れに SNS 上では、トラウトが大谷翔平に笑顔で話しかける、トラウトが大谷に話しかける瞬間めちゃめちゃ目輝いてて、ときめきが止まらなくなった、など多数の反響が上がった。トラウトのなんて優しい笑顔や、思わずワイもにっこり。へい翔平、って言ってる気がする。いい笑顔や。トラウトがいれば大谷は笑顔になれるんやな。トラウタニ最高やで。好きやわこの二人。打線への復帰が待たれるで。この二人のツーショットは最高や。この二人が付き合っているなら、許すわ。トラウト選手試合に出れなくてもずっとベンチにいるんやな。トラウト、早く戻ってきてくれ。仲良しはいいことや。日米のナイスガイって感じやね。あ、トラウタニだ。トラウタニ最高や。トラウトと大谷が談笑してるだけなのに、記事になってしまうんやなわら。しかし忘れてたけどレンドン何してん？自打球で今シーズン終了かな？故障者続出やからトラウト復帰してくれ。王さんの後ろには長嶋さんがいたし、落合さんの後ろにはリーがいた。大谷の後ろにもトラウトがいてくれてこそ、力を存分に発揮できるんやろね。レンドンとトラウトと大谷が実力通りの普通の活躍するだけで、攻撃面は問題ないとシーズン始まる頃は思ってたんや。うまくいかんな。トラウトの復帰は8月中旬と言われてるし、勝利は残留したしで、ある種ストレスが減った状態かな。大谷選手の周りは笑顔でいっぱいやな。トラウトは頼れる幹やで、